SRT-4 ヒュンダイベロスター N スポーツコンパクトは、手頃な価格のコンパクトカーや、サブコンパクトカーを高性能化したものを指すアメリカの自動車分類である。正確な定義はなく、マーケティングのために、様々なモデルに対して使われている。スポーツコンパクトとして販売されるようになったのは1980年代半ばで、アメリカ製クーペのオプションパッケージに使用されていた。 その後、スポーツカー単体や欧州、アジアからの輸入車にも使用されるようになった。ベースモデルにハッチバックタイプが多いことから、欧州では、ホットハッチと呼ばれているが、スポーツコンパクトの車体形状は、ハッチバックだけに限らない。一方、日本国内においては、主にアメリカ西海岸における小型乗用車を使った、カスタム手法を日本に持ち込んだもので、 アメリカで販売される日本メーカーなどのスポーティーカーや若者が手に入れられる安価な小型車を日本やアメリカのパーツで高性能に仕上げたチューニングカーを指す。ホンダをはじめとした日本車が中心。これらはスポコンと略されることが多い。スポーツコンパクトはファミリーカー、遊び道具、日常の運転手という複数の役割を果たすものでなければならない。 多くのスポーツコンパクトは、クーペ、セダン、または、ハッチバックの車体形状を持ち、大量生産のプラットフォームで作られている。また、前輪駆動、または、前輪駆動、四気筒のガッソリンエンジン、扱いやすさを重視した、サスペンション、空力特性を向上させるための車体構造、体型ホイールの装着などが共通の特徴として挙げられる。エコノスポーツは、 小型、低価格車のスポーツ版という意味で、稀に使われる用語である。スバルインプレッサ WRXSTI 初期のスポーツコンパクトとしては、1968年に発売されたフォードカプリがある。これは、第2世代のフォードコルティナセダンのプラットフォームを利用して作られた、欧州製のクーペである。アメリカで作られた初期のスポーツコンパクトモデルは、 例えば1986年のシボレーキャバリエ Z24、1986年のフォード EXP、スポーツクーペ、1988年のプリムスサンダンスのように、1980年代に大量生産されたコンパクトカークーペの高性能、またはスポーツパッケージで構成されていた。このようなモデルは中程度の売り上げしか得られなかった。 1990年代半ばになると、スポーツコンパクトモデルはさらに注目を集め、1993年のフォードプローブや、1995年のシボレーキャバリエ、ポンティアックサンファイアのバッジエンジニアリングによる双子モデルなどでかなりの数が販売された。2000年代のスポーツコンパクトには、2001年から2003年のフォード ZX に、 2004年から2007年のサターナイオンレッドライン2005年から2010年のシボレーコバルト SS2003 年から2005年のダッジネオン SRT-4 などがある欧州のホットハッチは北米市場ではスポーツコンパクトカーとみなされている例えば1976年から現在までのフォルクスワーゲンゴルフジテヤ 2000年から現在までのミニクーパーなどが挙げられる。同様に日本のホットハッチやスポーツクーペの多くは北米で販売される場合、スポーツコンパクトカーに分類される。例えば、1984年から現在のホンダシュビック SY、SI、2007年から2013年のマツダマツダスピードアクセラ、2012年から現在のトヨタ86、 スバル BRZ などが挙げられる。競技中のフォルクスワーゲンゴルフアイスポーツコンパクトカーは比較的軽量であることからモータースポーツの競技によく用いられる。オートクロス、ラリー、ラリークロス、ツーリングカーレース、ドリフト、ドラッグレースなど様々な種類のモータースポーツに参戦している。2005年から2012年まで インターナショナルスポーツコンパクトオートレーシングシリーズはスポーツコンパクトを対象としたアメリカのストックカーレーシングシリーズで主に舗装されたオーバルレース場でレースが行われていた三菱エクリプス発祥をアメリカ在住の有色人種からの発祥と言われ若い彼らが安価に手に入れることができなおかつ高性能な 日本車を改造して1、4マイルでの速さを競う、非合法のストリートレースや、週末のドラッグレースや、ジムカーナなどの草レースに出始めたのが、発祥とされている。ジャンルとして確立され出したのは1980年代、中盤であるとされているが、北米のインポートシーンでは、アジア系移民を中心に、日本車を使ったカスタムが1970年代頃から、 散見されるようになっていた。また1970年代中盤から1980年代にかけてのオイルショックの影響で小型 FF 車の需要が急激に伸びており、従来の FR 一辺倒だった北米市場においての自動車勢力図に変化が現れていた。しかし小型 FF 車の需要が伸び始めていたとはいえ、当時の北米のカスタムシーン、 あるいは外車を用いた、インポートシーンにおいては、日本車をはじめとした小型 FF 車といえば、安価で壊れにくく維持費の安い学生の足車や、買い物車といった認識が大勢を占めており、スポーツカスタムのベースに選ばれるようなものではなかった。だが、CRX が軽量で軽快な運動性を持つ、スケートボード GT として評判になり、それに続く。 ホンダ製をはじめとする FF コンパクトカーが台頭してくるとたちまちその認識が変化することとなった。手頃な価格で走行性能が獲得できることも、相まって日曜ドラッグレースなどでもその姿を見かけることが多くなり、本格的にチューンナップをはじめとする改造を施すものも現れ、現地でアフターマーケットパーツも生産されるようになっていった。そして、 ビテックエンジンを搭載したアキュラインテグラが登場するとその人気は決定的なものとなり、インポートシーンは特に日本車人気の影響から FF 駆動系一式の様相を見せていくこととなった。その頃からインポートシーンでの改造手法も徐々に変化し、従来はホットロッド寄りであった改造手法が当時のホンダのレースシーンでの活躍から カーレースを意識したものに移行していった。これはアメリカに古くから存在した白人主導文化のホットロッド、ラテンアメリカ系のチカーヌによるローライダーに対するアジア系移民主導版とも言える。初期には日本からやってきた高性能な小さな車ということからライスロケットと呼ばれた。当初はアジア系移民を中心に行われていたが、 現地の自動車カスタム誌などに徐々に取り上げられるようになり、現在は人種に関係なく、親しまれ、改造の一ジャンルとして、市民権を得ている。また改造を行う人種によりその方向が若干異なっており、それには、それぞれの民族性、文化、慣習が関わっているとされる。より大きな出力を好む白人は、ファニーカーの流れを組む改造を施し、 黒人や南部系のものはローライダーの流れを組むメッキ部品の多様や油圧系の改造を施す傾向が強い。そしてアジア系のものに関しては当初からスピードレーサー志向が強く JDM などのハイテク寄りな改造を施す傾向があるとされている。現在では近年のドリフトブームの影響もあり FR 車を用いた改造も勢力を拡大しているが カスタマーレベルでの主流は相変わらず、FF コンパクトカーである。日本への導入と、その後日本への導入は1997年、前後で、従来ローライダーなどのアメリカ車等を用いた、米国風改造を行っていた人々によって、行われた。スポーツコンパクトという名称は、 従来のジャンルと区別するためアメリカの自動車雑誌、スポーツ COMPACT カーより取って付けられた。導入時は従来の米国風改造の素材が日本車に置き換わったものであり、一部においてはアメリカ車を用いたカスタムやローライダーカスタムにおいての冒険的手法として捉えられていた節があったなどのアメリカンカスタム誌であった。当時から それぞれのカスタムカー愛好家が行っていたジャンルにおける文化に合致した手法が導入されていたためストリートレーサー色の強いものから派手な外装を施したローライダー色の強いもの等複数の手法が行われておりある程度ジャンルも大別されていたがその方向性については各カスタムカー愛好家間での一定の共通認識があったしかし その後の雑誌、映画などのメディアにより露出が大きくなるにつれ、一過性の動向が発生し、異なるジャンルのカスタムカー愛好者が多く流れてきた。またこれにより、カスタムカー愛好家の一部においては、他社との差異を演出するために、新しい手法を繰り出そうと躍起になった。その結果、商品供給を行うメーカーやそのスポンサードを受けている雑誌などの施策も絡み、 他方面において、ジャンル拡大が行われ、また、ベース車両の類似性からメディアによって、日本の従来型チューニングとのジャンル、手法の関連付けも、いささか強引に行われたためにその手法も、多様化し、元々の共通認識であった、アメリカンカスタム、あるいはその生活様式を無視したものも数多く、出回るようになっていった。そのため、 スポーツコンパクトカスタムを標榜していても様々な要素、認識が入り混じるようになり、今日に至っては一言で説明がつかないほど、複雑なジャンルへと変貌を遂げることとなった。主に見せることを重視した派手なドレスアップや、オーディオ関係を充実化していることが、スポコン車両と定義されているが、それと同時に講述するナイトロなどの装着やより、 高出力なエンジンへの換装で出力向上を施したり、高性能ブレーキやサスペンションで性能アップを施す、機能的な方面のチューニングも多く、明確な定義はない。しかし、絶対的な点はアメリカ有色人種を意識している点である。このため、アメリカを常に意識していないものは、スポーツコンパクトでは、 一切なく、たとえ北米に販売されている車両を用いてカスタム、しても、アメリカを意識しないカスタムは、スポーツコンパクトとは言わない。またスポーツコンパクトの手法を取り入れた、ドレスアップをしていても、自己満足に止まるもので他人に見せることを考慮、配慮されていない場合はあくまで、スポーツコンパクト風ということになる。競技としては公式、または代理店などを通じて、 北米向け仕様が輸出販売されていた米国産以外の車両がベースとして限定されるが講義としてはアメリカ以外のメーカーさんの車両がベースとなるただし近年北米においても定義が変遷しており日本車や欧州車の他小型あるいはスポーツコンパクト向けとしてリリースされたアメリカ車もスポーツコンパクトの範疇に含まれる現地の雑誌、ショーにおいても 同一カテゴリーとされることが多い。もともと北米において外車は一くくりにユーロと呼称されており、特に日本車を区別する場合にライスロケットと呼称される。基本的に走行、運動性能の向上のみならず、見せることを重要視する傾向がある欲張りなカスタムと言える。下記のものは、その一例に過ぎず、またカスタムの方向性により重複したり一部のみを、 行うなど様々である。なお、これらの改造には車検に対応しない、もしくは対応させるためには、構造変更申請が必要となる事柄が含まれる。ベーシックなスポーツコンパクトの例。透過類やフェンダー、ホイールなどが US 部品で構成され、シートの交換や外向きオーディオの装着が施されている。内外装。 外観上の改造運動性能面の改造。ありがとうございます。